はい、皆さんこんにちは、AK です。今回も動画を見ていただき誠にありがとうございます。今回大変な事件が起きてます。ネット配信のギャオでなんと燃えよドラゴンが入っているんです。ギャオで燃えよドラゴン、ちょっと驚きましたよ。何を驚いたかって、それはね、なんと再生時間が普通よりも短いのです。何を語る、何を言わんとするか、これを見ればわかると思うんですが、そう、ソフト化されていない1973年公開版の燃えよドラゴンなんです。それが今ギャオで見れるんですよ。ギャオで、字幕付きです。CM は入るけどね。そう、73年版の燃えよドラゴンなんですよ。構想の声は入らない。さらに字幕付き、画面はシネスコサイズ。おそらくね、字幕付きでシネスコでこの画質で見れるのは今はギャオだけじゃないんですかね。73年版が今ね、ギャオで見れるっていうのは本当に奇跡ですよ。字幕付きでね。公開がね、ここに書いてあるのが、2022年の2月2日までなんで、この貴重なバージョン、ぜひ見ておいてください。ここで公開されるっていうことはソフト化されるんですかね。ちょっと、楽しみになってきましたね。ディレクターズカットしか見たことない方は、ぜひこの機会に、無料ですので、ギャオでお楽しみください。短い動画になりましたが、今回は燃えよドラゴン1973年版が無料動画アプリギャオで配信されているというお話でした。ぜひ皆さんもご覧になってください。それでは次回の動画でお会いしましょう。